guys, it's Rika. Welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは、リカです。今日はお友達とワシントン DC にロードトリップに来ました。1日目はあいにくの雨の天気なんですけども、国立自然博物館に来てちょっと探索したいと思います。それでは Let's start!ホテルからあのスミソニアンミュージアムまで10分くらいなので歩いて今向かってます。めっちゃ体柔らかい。めっちゃ体硬いんで羨ましい。カバがなんと豚の親戚だったみたいですね。全然知らなかった。カバが豚ですよ。 Who works the night shift? ってことで夜行性の動物たちを展示しているコーナーで、こんな感じでちょっと怖い感じで展示してありますね。 This is the cult of comet. Don't eat bats anymore. ここは人類の進化を学ぶエリアです。海に生息している哺乳類のエリアに来ました。私たちは2時間ここにいました。じっくり見たら半日くらいはかかると思います。スミソニアンミュージアムに行く前にホテルにチェックインしていました。今回はリックスワシントン DC というホテルにステイしました。もともと銀行だった建物を改装したホテルです。1891年に建てられた建物なので、ところどころヨーロッパの雰囲気が感じられてとてもおしゃれで良かったです。立地もとても安全な地域ですし、スミソニアンミュージアムからも徒歩15分くらい、目の前にもポートレートミュージアムがあるので観光におすすめです。ディナーはホテルの目の前にある The Smith というレストランに来ました。ここはニューヨーク発祥のレストランで、アメリカンダイニングを楽しむことができます。
I wasn't realize that how I am hungry. It was disgusting. The light in your eyes like a gun. You're like. Fried onions inside, right? アップルパイ食べたかったんですけど、さっきのレストランにアップルパイがなかったんで、まあ、なんか甘いものをつまむためにスターバックスに買い出しに行ってきたいと思います。危険なので全部リュックとかはもう部屋に置いて、お財布と携帯1個だけで行ってきます。でもホテルからね4分くらいのところにあるみたいなので、ささっと行って帰ってきましょう。今は午後6時半くらいなんですけど、こんくらいまだ明るいです。気温は雨が降ったばっかなのでちょっと肌寒い感じですね。若干にわか雨が降ってますよ。傘ささない。スタバをゲットしました。暑い。すっごいウィードの匂いがする、この道。早く危ないんでホテルに帰りたいと思います。こちらはホテルのロビーです。フロントデスクは銀行の窓口をそのまま利用されていました。レトロな感じですごいかっこいいです。お部屋に戻ってからはすごく寒かったので、足湯を友達と友達の娘ちゃんと楽しんだり、友達の娘ちゃんとこうアプリで顔を変えて楽しんだりしていました。幸せでした。ジムなんですけど、すごい何でもある、めちゃめちゃ充実してますね。最後までご視聴ありがとうございます。 Thank you for watching and see you guys in the next video. Bye.